あそことあそこでございますね。はい、マチストサイトの取材です。はい、はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。今年もありがとうございます。スリランカに中に行けないよね。そうですね、うん、今もあのツアーとかはやってますけど、前後2週間あるんでなかなかハードルが高いです。だよね。じゃあ当分向こうの紅茶を送ってもらってってところですね。そうなんですよ、はい、あとね、月1でね、必ずあのチャリティレストランってのを続けてるの。あれはリアル。 あれはリアルなの。リアルなの。あ、ちょっとそっちでした、うん、ああ、そうなんだ。チャリティレストラン、あ、ほんとだ。でこれで継続してね、これの要するにお金で、ね、幼稚園が1個立った。あ、全部出した。そう、俺たちね、その売り買いじゃない、ね、売り買いじゃない、ね、いつも言ってんだよ、バイバイじゃないのか、ね、いかに楽しんで、うん、交流の場だし、うん、それからバイバイじゃないって言うと買った人もね、うん、あ、そうなんだって、そんな風に役に立つんだって言うとね、うん、笑顔が出るね。そうだよね。それが大きいね。チャリティーレストランといつも笑顔でいっぱいだから、うん、だからやっぱりね、食い物っていいのよ。食い物っていいね。美味しいものをね、うん、食べて、うん、そうするとやっぱり美味しいねって言うとみんな心開くじゃん。そうそうそう、一番あの基本だよね。そうそうそう、美味しいねっていうのは、ね、そうそうそう、ね、同じものを一緒に食べるって基本だよね。そうそう、その場をね、美味しいねって一緒に、ね、だからもう改めてね、こういう場所、うん、それから美味しいねが大切だっていうのね。基本的にはね、月1でね、うん、はい、来月はね、鎌倉フェスティバルとか当たっちゃったから、第1週の日曜日にできなくて、はい、次の週にずらして11月14日に、ズームで交流してきたら今ね。あ、やってるの、はい、ズームで、現地に一人お友達がいるんで。あ、そう、まあ、現地はい、なんか、まあ、現地コーディネーターなんでね。なるほどね、うん、いけない分ね、でもね、交流の回数は増えてますよ。増えてます、うん、いや、私もズームになってから忙しくてしょうがなくなった。そう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 、時間を選ばなくなって、うん、国境関係なくなっちゃうしね、場所も関係なくなっちゃうから、だからある意味ね、いい面もあるのよ、うん、あるよね、うん、それでこういう場所だと、ああよかったねって持ってよくなるでしょ。そうそう、だから事前にいろんなことは情報交換しておいて、いざ会いたくなるから、そう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 、会う場所が楽しくなる、うん、そう、だからね、決してね、コロナ君がね、いやー、問題ダメじゃないね。全然違う。新たな世界ができてる。そうだよね。まあ、我々 の仕入れ的に行けないところがね。そう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 。そうだよね。それが楽しみですよ。絶対してない。まあ、いや、そうそうそう。やっぱりね、臨場感っていうのはやっぱりね、ズームとちょっと違うところがあるから、ね、だからそれをまた改めてね、うん、もう一度なんかこう、うん、あ、いいなっていうのを思い返すいい機会をもらってるからね。そうですね、まあ、デジタルでこうね、現地ともリアルタイムな交流ができつつ、やっぱアナログの部分も大切にしてる、ね、うん、私はね、小さなテーブルでリアルなサロン、うん、おしゃべりやって、それをズームで多少の仲間を集めたサロンで、マチストサロンというのを仕掛けようとして、あ、なるほどなるほど、今度はいいね。